これだけの軍をよく動かしているな、信行。策の振るいがいがあるというのは。父上、参ります。城は包囲した。二の丸へ攻めかけよ。開門。ならば戦力を持って当たらねば。敵が動いた隙をつけ、出丸になだれ込むのだ。なるほど、頼之たちは劣るか。良い采配だが、思うつぼである。すでに恐れている。どうも誘われている。注意して進め。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。忍びのお仕事あった。敵が入り込むなら二の丸かにゃ。何をもうたまたか。踏みつぶしてしまえばよいではないか。どうせ身内相手で手を抜いておるのだ。信行になど任せておれぬ。進め。開門。総攻撃に出てくる。もてなしの用意は十分だ。二の丸に引きずり込む。むやみに突っ込んでは父上の思惑に。所詮我らは小勢、門を抜かれれば押しつぶされる。さよう小五郎。間もなく父上の策がない。もう少しの辛抱だ。秀忠様、信行様が城への攻撃を始めました。本当に始めおった。私への当てつけに本気で父や弟と戦う気か。敵将討ち取ったり。用意はいいな。構えておけ。正幸様に策があるのは当然のこと。思い通りにさせるわけには参らぬ。急げ。本丸に踏み込まれては我らになすすべはない。急ぎ敵を除き城を守れ。急げ。味わっていく。なんだ、どこから鉄砲が。攻め時である。突き崩せ。やられてしまったか。しかし手の内は読めた。これだ。敵を引き入れても一点集中。個性であるがゆえの戦に。これが真田か。ではさすがは父上。敵の勢いを利用して戦を導くには
敵の心を読まねばならぬのだな。まだ鉛がまだ足らぬと。さらに打ちかけよ。二の丸から逃がしてはならぬ。なんてやつだ。なんて恐ろしい。こんなところは十分だ。敵に下がってもらっては困る。デマルの橋を上げる。それではデマルにいる味方は二の丸に飛び込むしかない。父上、この戦局を覆す。父上、雪村、勝負。開門。来るか、信行。確かにわしらを討ち取るのは手っ取り早い。だが、デマルへの出しを避け。信行様、ご命令通り二の丸に忍び込み戦車を止めてまいりました。幸重、現場、よくやったな。これで楽に戦えるはずだ。なるほど、今度は自らがおとりか。なかなかやるようになった。二の丸にはわしらがおります。大手門は守り抜きますぞ。鉄砲が止まった今、二の丸を抜くのはたやすかろうが。ここは我らの負けだ。ルーを引くぞ。信行、下がれ。ギナは退路の確保せよ。秀忠様、私はまだ。承知いたしました。アニーは下がられた。だがこれで終わりではないはずだ。手ごわい戦をするようになりきる。まったく、誰に似たのだ。お力くださるか。これは心強い。かたじけなし。奮戦にいたします。わしの手で真田を割ることになろうとはな。許せ。命はいくつあっても足りないよ。真田の格納か。見せつけてくれよって。我らも急に退却するぞ。三方様、死んだりはこの稲にお任せください。敵は引き始めた。もう一当てしておくとしよう。勝利条件変更。先への手配りはしてあるが、少しでも戦力を削っていく。このままでは味方の被害が増すばかり。急ぐ、引いてください。
なんという無様な。恐ろしいことです。